はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は2023レギュラーついに登場ということで、各チーム85以上全選手徹底解説やっていきたいと思います。今回は東京ベルディ編ということで、ベルディのレギュラー3選手、85以上3選手紹介していきたいと思います。評価していきますので <laughs>、よろしくお願いします。 はい。ということで、えー、東京もね、ベルディもね、3選手になりましたが、まあ、顔ぶれ見てみますとね、まあ、谷口選手がね、非常に、えー、成長、一いということで、グレードもなんとね、91まで来ましたね。はい。大台超えてきましたね。まあ、これはね、非常に期待の若手選手と言えると思うので、まあ、ここはね、ちょっと注目してる人多いんじゃないかなと思います。で、お隣ね、まあ、杉本選手もね、まあ、去年、まあ、バンディーラとか結構いいカード出ててね、うん。 まあ結構サイド系のいいカードが出る選手なんですが、さあ今シーズンもね、まあなんかそういったところで期待できそうですね。まあウィング、ウイングとかもね、できるんでね、しかも両ウィングできるので、うん、結構需要値高いですからね。で、しかもオフェッチもね、高い選手なんでね。まあ今後、あの、限定カードとかもそうだし、まあね、まあこのレギュラーもそうなんですけれども、いろんな場面でね、ハマる可能性は十分にあるんじゃないかなと思います。 で、新顔になりましたね。川村選手がね、なんと、えー、出世しましたということで、グレード85まで上がってきました。まあ、ベルディといえば、まあ、梶川選手とかね、そこら辺の選手たちが結構高かったりとか、まあ、小池選手はちょっと最近落ちたけどね。で、あと、佐藤良河選手がアビスパに不幸、えー、アビスパに移籍したとかもありまして、結構刷新されてる方じゃないかなと思うんですよね。まあ、そこで川村選手がね、ちょっとチャンスを得て、えー、85以上に上がってきてるということで、ここもね、期待の選手と言えるんじゃないかなと思います。 ということでね、えー、今回この3選手を、えー、評価していきたいと思います。よろしくお願いします。では、早速、えー、評価動画に移っていきたいんですが、まず評価基準の説明をさせてください。こちらです。はい、えー、スキル、能力値、総合の3項目で、1から5の9段階、点を含むで評価していきたいなと思います。で、またですね、一人一人、えー、スキル、能力値、まあ、ボナセンとかも全て含めた上でね、評価、また、えー、細かい評価出していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。 では、早速、一人目の選手から参りましょう。まず一人目の選手、こちらです。はい。東京ベルディの谷口博人選手です。谷口選手はスキルが4、能力値4.5、総合4で評価しております。はい。ということで、評価入っていきたいんですが、スキル構成に関してはね、まあ、ここはスティールがないんですけど、ガーディアントヘディングクリアはいいですね。まあ、4は出せると思います。で、能力値に関しては、まあ、ディフェ値高い選手なんでね。で、プラスボナセもディフェしっかりついてますので、ここは4.5でいけるでしょう。 で、総合的には4の評価で出しております。はい、ということで、まあ、4.5に近い4とでも思っていいんじゃないかなと思います。まあ、ガーディン、ガーディアンとね、ヘディングクリア持ってて、ボナセンディフェまでしっかりと持ってるっていう点は、まあ、レギュラーの中でも結構ね、そこは、まあ、4の中でも高評価じゃないかなと思います。で、これちょっとまあ、後々の話なんですけど、僕もちょっとね、5大評価つっ 見てて。まあちょっとね。評点足りないなと思っちゃったんですよね。てかというのもまあ、僕正直あんまりなんか悪い印象っていうのは基本的に持って欲しくなくて、あのー、まあ、あんま基本的に5段階評価でまあ、3位下とか使わないんですよね。 <laughs> はい、それも相まってですね、あんまりなんか、うん、ちょっと評点足りないなと。でもなんか、その、そこの下は使いたくないなということで、ちょっとね、まあ後日また、まあこのレギュラー更新の、えー、評価はおそらく一律でいくと思うんですけど、じゃないとね、ちょっとわかりにくいからね、余計にね、まあなんかどっかのタイミングで評点付け変えようかなと思ってるんでね、まあ関係ないですけど、ちょっとここで言わせていただいた次第なんですけれども、 で、まあ実際にこの4のな、まあ4なんですけど、うん、まあでも4.5ぐらいと思ってください。ただまあ僕の当てはめに行くと4で収まる感じはするかなって感じがします。やっぱスティールがあるなしは結構大きくて、まあやっぱりどうしてもね、視点に関わるところ、まあやっぱスティールっていうのも非常にまあタックルほど、タックルぐらいね、なんなら大事な要素であると思っているので、 まあやっぱそこはちょっと妥協できないなという評価になりました。まあそこの細かい評点付けとかもね、やっぱりやっていくことで、まあそこの違いとかもね、より数値化できるだろうしっていうところで、まあこういう選手が出てくるので <laughs>、はい、あの標点付けちょっと変えようと思ってますのでね、はい、近日中にまたなんか、 あの、お知らせできたらなと思うんですが。まあでもこのカード、まあいいカードだと思います。ただスキルがないというところをちょっとどう見るかなんで、まあ最終的なまあ、そうだな、理想的なスキル構成とは言えないんですけど、まあそれなりにでも活躍はしてくれるんじゃないかなと思うので、まあ特に初心者の人とか、まああんまりまだね、それこそ戦力揃ってない人とかがセンターバックで使う分には全然いいレベルに達してるかなと思うので、 まあ、序盤のうちとかにね、手に入れば結構ラッキーな部類だと思います。で、あと谷口選手がね、これぐらい上がってきたということは、今後の、まあ、ガーディアンとか、そういう限定戦線というところのグレードも非常に楽しみになってくるんじゃないかなと思うので、まあ、ここは今年1年ね、まあ、そういった意味でも期待していいんじゃないかなと思うので、まあ、楽しみな選手と言えると思います。なので、まあ、去年ね、85の時とかから結構取ってる人とかだったら、よりね、残しやすいと思うんですけど、まあ、残しておいてもいいんではないのかなと思いますね。はい。 続きまして、えー、2人目になります。えー、2人目は、えー、東京ベルディの杉本隆二選手です、はい。杉本選手はスキル4、能力値4、総合4で評価しております。 はい、ここ見ていくんですが、スキル構成はね、ちょっと評価難しかったんですが、まあ悪くはないですよね。まあアーチドライブとストライカーはまあ悪くないとして、まあチップパスはね、ウィングの選手としてはまあ、フラスル系としていいスキルなので、まあただ、まあこ,このスキルで見ると、まあチップパスはいいにしてもアーチドライブがちょっとね、やっぱね、シュートスキルの A を飾るにはちょっとやっぱ弱すぎるかなっていう。 まあここが例えばカーブ系とかドロップ系とかだったらちょっと印象変わったかな。4.5とかね、出せたかなというところなんですが、スキル的な評価としては4が妥当かなと思います。能力値に関しては、ここオフェチ高い選手なんでね、非常に印象いいんですが、ボーナスオフェまでは来てないので、4止まりにはしてます。総合的には4の評価で出してます。 はい。まあ、この杉本選手のカードをどう見るかっていうところがちょっと正直難しいところだと思うんですが、まあ、やっぱりね、これって ABC ね、この通り並んでますが、主戦になるスキルはやっぱ B のチップパスだと思います。だから、フラスル系の選手として見るのが妥当かなと思うんですが、となるとやっぱ A に欲した、欲しかったかなっていうね。まあ、なんならレインボーアーチぐらい欲しかったかなっていうのは、ま、贅沢な話なんですけど、ちょっとやっぱありますかね。はい。 チップパス別に悪くはないんですけどね。やっぱただレインボーアーチとかフラスルに比べるとやっぱ上がりやすさ、上がりにね、その上がりやすさとかでちょっと差が出ちゃうのでどうしてもね。そこに関してやっぱ質というところでちょっと劣るのでなかなか、うん。まあでもウィング困ってる人だったら全然採用レベルだと思いますけどね。ただ最終的なスタメン候補に残ってくるスキル構成かって言われるとここもちょっと厳しいのかなと思っちゃいますね。はい。 まあただ、杉本選手ね、さっきも言った通り、まあ、限定戦線が今年もね、結構考えられますので、えー、すごく期待できるんじゃないかなと思います。で、まあ、カットイン系で出るか、まあ、フラスル系とかね、まあ、クロス系で出るかわかんないんですけれども、まあ、いずれにしても活躍の機会は得られる可能性十分に決めてると思いますので、まあ、個人的にはここね、残しておいた方がなんか得しそうな選手の一人かなと思いますね。で、グレードもまあ、88なんで比較的当たりやすいところではありますし、まあ、ぜひ当たったらね、残してみてはいかがかなと思います。 でまあ、ウイングのそういうフラスル要因とかに困ってるんだったら全然採用レベルではあるかなと思うので、まあ、そういった方はぜひ、ね、このレギュラーでも使ってみてはいかがかなと思いますはいじゃ続きまして、うん、え3選手目見ていきましょうこちらですはい、えー、東京ベルディの河村ケイト選手です河村選手スキル3.5能力値が4総合3.5で評価しておりますはいここも見ていくんですがスキル構成はねまあ悪く 悪い、めちゃくちゃ悪いとかではないんですけど、まあ、これも組み合わせうんぬんというよりは、ま、個々のスキルがちょっとやっぱ物足りないかなというところがありますね。まあ、C のヘディングはまだね、まあ、ないものとして見れるんですけれども、やっぱ音、高速とーストライカーだとね、ちょっとやっぱ苦労しますかね。せめて、ま、このね、ヘディングで一枠潰すんだったら、いや、ここって結構そのドリブル枠とかで本当は使いたいとこなんですよね。だからドリブルができれば C で、まあ、A にもう一個シュートスキルとかあれば、ちょっとよく見えたのかなとか。 うん、思っちゃいますね。なので、ちょっとやっぱ厳しいというところで3.5です。で、能力値に関してはオフェチ高いんで4にしてます。で、総合的にはやっぱスキルがちょっと多引いて3.5の評価となっております。はい。まあ、河村選手ね、ただ、おそらく初めて85超えたと思うので、まあ、最初はこんなもんだと思います。で、これからもしね、あの、活躍とかが目立ってきて、で、85以上に定着するとかなってくると、まあ、2シーズン、3シーズン目とかになってくると、まあ、比較的レギュラーの、はい。 あの、スキルというところも、それなりにいいスキルがもらえてきがちになるので、まあ、それこそね、今、一番グレード高い谷口選手とか見てもらったらわかるんですけど、谷口選手もね、登場当初はそんな強くなかったですね。でも今やね、まあ、ガーディアン、まあ、スティールまではもらえなかったけど、ガーディアンと、まあ、ヘディングクリアをもらって、ボナセンディフェンでもらえる選手になってきてますので、まあ、ここはもういかに今後定着できるかというところで、河村選手のいいカードが出るか出ないかというのははっきりしてくると思いますので、 ま、このカードを使うというよりは、川村選手に期待をして残しておいて、まあ、いいカードが出たりとか、まあ、今年の限定戦線とかね、それこそ、ま、食い込んでくると、まあ、そっちでいいカード出る可能性とかもありますし、まあ、後半レギュラーとかもまだまだね、残ってるので、まあ、そういうところに期待して残すっていうのは、ま、なしではないかなと思います。 まあ、ただ、ポジション的に、まあそうですね、まあ自チームでもないし、まあポジション的にもまあ足りてるなっていう人は、まあちょっと売却に回してしまっても、まあ仕方がないのかなとは思うんですけどね。まあそこの線引きはちょっと自分で考えてみてください。まあ初めて85超えたということでね、めでたいんでね、ほんとここからどうなっていくか楽しみな選手であるかなと思います。 はい。ということで、3選手評価していきましたが、いかがだったでしょうかまあ、谷口選手がね、まあ、本当に出世スピード早くて、まあ、この若さでね、まだね、本当に、期待ですね。センターバックといえば、やっぱ、グレード高い選手多いですからね。まあ、その中で、やっぱ、生き残っていくってなると、まあ、やっぱ、スキル面、まあ、ね、ボーナセンとかもそうですけれども、やっぱり、まあ、グレードっていうところもね、多少やっぱ必要になってくるので、まあ、これは非常に良い,い兆候になってるんじゃないかなと思いますので、 はいここからね、どういった限定が出たりとか、まあ、また、もしくはね、今年の後半シーズンのレギュラーとか、ちょっと気が早いですけど、まあ、そこら辺とかね、非常に楽しみな選手だと思うので、まあ、ベルディのね顔になりつつある、まあ、谷口選手を今後ね、まあ、注目していってもいいんじゃないかなと思います。であとはまあポジション的にもね、杉本選手はちょっとね、美味しい選手なので、まあ、ここは残せるなら残しておくと、まあ後で得する場面があるのかもしれません。ということで、えー、今回のね、東京ベルディ3選手のレギュラー評価、以上になります。 ご視聴ありがとうございました。これ辺で失礼します。バイバイ。